テントで、まあ、ありがとう、ありがとうございます。風はこう防がれてるかなって感じ。お疲れ様、すみません、今日朝できなくて申し訳ない。最終日でございますが、まあ、あの握手会の合間にちょこちょこやっていこうかなって思います。寒い。違う、私がね特別寒がりなのもあるかもしれない。震えてる。そう、寒がり。震えてるよ、からだ。寒いの。私も寒がりだからね。寒がり、暑がりだから。でも楽屋が暑がりさ、ちょっとやばいやばい、気持ちが。7時間目だとここに携帯置いていて、ダッシュでここに向かって。ありがとう。そしたら多分最終できるんで。どんな服を着てるの？今日の服はこういう感じで、星から紫です。なんでそんなふわふわなんですか今日。え、何その、え、可愛いでしょ。可愛い。ドレスじゃないですか。なんで、え、なんで、気分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 、うわ気分です。そう、気分でちょっと寒いから触れる。あ、寒い。ノンさんは今日の、じゃあノンさんは今日のコーデポイントは、カメラ外カメにしていいですか。そうですね、今回のポイントは、あの見ていただくと分かるんですけど、この、はいはい、この鼻冠がポイントですね。たくさんさーっとしてこれ、それは何ですか、自前のワンピースですか。あ、これ自前、これ自前よ。あら、そう、ノンさんは珍しいですね。ノンさんはね、ちょっと張り切った今日はピンク。そう、張り切りました。じゃあお嫁さん風にしたこと、おきちゃんの、え、私の、うん、あら、ノンちゃんはおきちゃんのもの。え急に出れる急に出てくれるんですか。急に。そう、え、今日優しい、今日優しいよ。ありがとうございます。やっぱ先輩だから優しくするわ昨日、あの、ごめんなさいね、紅茶をなんか、そう、昨日、そう、この人ほんま紅茶をね、紅茶見ててください。そう、紅茶先輩に、先輩に、先輩に紅茶見させて、ティーパックの面倒見させて、ね、そう、ほんま、ずっとこうやってしたよ。物販行ってしまうから、紅茶入れた瞬間物販呼ばれたから。で、いい感じで捨てたよ。あ、そう、飲みました。ありがとうございます。あ、どうだった？美味しかった。あ、美味しかったですね。よかった。じゃあね、バイバイ。ファッションチェック。天使がお菓子のお家に入っていた。お姫様が。ありがとうございます。うん。今日なんか優しかった。ビュービューって来たことで、ありがとう。ちょ、手振れがひどいかもしれない。ごめんね。震えすぎて。起きちゃう。起きちゃう。寒い。私の脇使うこれ。大丈夫大丈夫。学生。可愛いでしょ。可愛い。ビギナーの衣装みたいですね、めっちゃ。超言われるんだよ。ビギナー。ビギナー。お。チュチュチュ。チュルル。あ、そっか。チュルル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 チュル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 。磯貝さんがね、なんかビギナーっぽい衣装着てたんです。パーカーっぽい。今日コスプレメンバー多いし、あのさんの制服で、これ、ありがとう。今日メンバーがね、よく出入りする。今日写真ね、一部から写真会だったんですけどね、もうなんか今日前髪もね決まらなくてね、お化粧もそんな決まってるわけじゃなくてね、顔面がすごいダメなんですよ今日。顔面がダメな日でね、めっちゃね可愛いって言われたより可愛くないからって怒っててね申し訳ない。え、待って、うちら大丈夫だよね、まだやってて配信。え、大丈夫だと思う。私だってさっき終わったもんだから。そっかそっか、うん、不安になるね。呼んでくれるんじゃないかな。奈々さん制服着てたって。え、絶対可愛い。おうちさんね。そう、なんか残したくなくてね、写真というものに。だってなんか、普段はもうちょっとマシなのにさ、今日のコンディションで可愛いって言われても可愛くないから。今何時ですか。10分からだって。あ、らしい。今何分？今何分ですか ？What time is it now?わ、タイムイズリスナー。12時22秒。でもさ、近いからギリギリまでできるから。え、もう感
シャンプーかちょっとお化粧直したの。メイク道具持ってくるよ。確かに。もうてか私充電ないんよね。違う、なんか家を追い出された。家なき子。じゃあゆらはそろそろゆっくり団長読んで、あのお顔をきれいにしてから、あのお腹空いた。今ね急いでね、握手終わってここに来た。外に3時間目は全部やって3分。みんなが壇上読み始めたら読もうかな。次も握手待ってます。そう、なんかね眉毛が出ちゃうの、こう前髪湧きすぎて。うん、握手どこってやってんの。握手とね、東京の会場どこだっけ。メイバーナフォーエバーさん、ありがとうございます。9位、ヒロデポロさん、ありがとうございます。やばい、唇に色が。ありがとうございます。名前リンバー、ありがとうございます。6位、リョウスキ、ピンクさん、ありがとうございます。いや、外ね、テント張ってるから寒くないんですけどね。寒くはないんだけど、私がね、その人よりすごい寒がりだから、手ぶれがひどいんですけど、あ、東京流通センター、それだ。なんか覚えきれないんだよね、名前を。パシヒコ横浜とかだったら覚えれるんだけど、幕張とか。そうだ、東京流通センターでやってます。皆さん、顔とお品でありがとうございます。私は今からちょっと感謝枠も全部寄せてきますので、おさらばいたします。そう、音が入っちゃうからね、外になった。まあ、いいけど、盛れるから外は。ありがとう。ありがとう。終わった方がいいかな、じゃあ。そろそろ読もうかな。すぐだった、一瞬だったんですけど。じゃあ、そう、外なんですよ、一応。やば、もう、顔が顔が。やめますね。ごっこパイセン。今日は何ですか、今日のファッションポイントは。今日はパン。パン、チョコパン。チョコパン、かわいい。めっちゃ歯磨きしてる。靴がかわいい。ご先輩の靴シリーズ。テンション高いです。何ですか。いや、ランキング読みますね。13位、カイザー・スラウテルンさん。12位、トロイさん。11位、DD ・マサさん。10位がロジックさん。そして9位がロンさん。8位がレレレレレレモンティさん。7位がクッキーさん。6位が井上義弘さん。5位がトトハンさん。4位がスナイデルさん。3位がムルさん、2位がトニさん、そして1位がトトさんです。それではまた次の握手でお会いしましょう。ミスゴディバ、確かにゴディバ。それでは、終わりたいと思います。ちょっとコンディションをね、頑張って直してかんといかん。またお会いしましょう。じゃあバイバーイ。ありがとう。